第3章「がんの原因論」がんの原因は今のところ不明であるとしか言えないのが現状ですが右の図のようにある程度は科学的に解明されている部分もあります科学的に解明されているがんの原因について述べてみます第1節、物理的発がん因子」物理的発がん因子として代表的なものに放射線があります 放射線に被爆すすす。るるると、とあららゆる種類のがんのがが発生率が上昇することが知られています放射線治療の合併症として白血病や皮膚がんが起こる場合もありますまた原子爆弾の被爆者には白血病が多発する現象が知られています日光に含まれる紫外線も過度の日焼けを繰り返すと皮膚がんの原因になります オーストラリアの白人が皮膚がんにかかりやすいことは有名です。尖った虫歯の刺激により、舌が慢性的に損傷され、潰瘍ができると、舌がんの原因になったり、やけどの反根から皮膚がんが発生したり、体を温める回路を、長時間同じ部位に使う習慣があると、その部位が皮膚がんになりやすく、また、絶えずパイプを加えている人は、 更新唇がんになりやすいとされています1915年に東京大学医学部病理学教室の山際勝三郎氏と市川浩一氏がウサギの耳にコールタールを繰り返し塗って世界で初めて人工的に動物にがんを作る実験に成功していますこの実験は発がんの刺激説という学説の証明に大きな貢献をしました 刺激説とは慢性的に繰り返し物理的刺激放射線熱圧力と同いし化学的刺激薬品化学物質特殊な食事や思考品等が加わると細胞や組織が再生と増殖を繰り返しついには発がんに至るというドイツの病理学者ウィルヒョウの学説ですこの学説は長い間 正しいいと考えられれててきままししたが現在では否定されていますしかし胆のに石ができる胆石症では胆石の胆の壁下部への慢性的刺激によって胆のがんにかかる確率が増加すると報告されており刺激説を完全に否定できるかについてはまだ議論の余地があります。